はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらの車 R56 クーパーに、当店で人気の、かつロングセラー商品でもある、ジョン・クーパーワークスのブレーキキット、こちらを取り付けさせていただいたので、ご紹介させていただきたいと思います。それでは順番に見ていきます。はい、まずフロントのブレーキから見ていきたいと思います。でもう真っ先に目につくのがこの赤いジョン・クーパーワークスのロゴが入った、キャリパーですね。で純正の片押しワンポットと違って、対向の4ポットの、ピストンが4つ入っているタイプですねのブレーキキャリパーになります。で、まあ、対向4ポットになることによって、まあ、均等にパッドをローターに押し当てることができるので、まあ、ブレーキの制動力だったりとか、ブレーキタッチの向上につながってます。で続いてローターですね。でローター、純正のクーパー純正280パイに対して、ジョン・クーパーワークスのものが316パイの、台形ローターになってます。でちなみにクーパー S が294パイなんで、まあ、2サイズ大きくなってる感じですね。でローターが大きくなることによって、まあ、もちろんその回転してるローターをブレーキパッドで掴んで止めるわけなんですけれども、まあ、中心から離れたところで止めれば、まあ、より少ない力で、まあ、止めることができますよということで、まあ、台形化されています。であとはですね、ジョン・クーパーワークス、標準のもの、標準装備されているものと違って、ドリルドスリットのローターになります。でまずこのドリルド、この穴が開いているものですね。でブレーキパッドがローターと擦れるときにガスが発生するんですけれども、そのガスが、制動力の低下に、つながってしまいます。なのでそのガスを逃がすような効果が、このドリルドにあります。でもちろん穴が開いていることによって、放熱効果もありますので、まあ、ブレーキのタッチだったりだとか、制動力の向上につながっています。であとはスリットですね。でこちらのスリット溝によって、まあ、ブレーキパッドとローターが当たった時の、このブレーキパッドの当たり面を常に削って、まあ、シェービング効果ですね、まあ、きれいに保ってくれることによって、まあ、こちらもブレーキの制動力、タッチの向上につながります。はい、続いてブレーキパッドですね。ブレーキパッド、今回プロジェクトミューと MON のコラボモデルの低ダストのブレーキパッドを取り付けさせていただきました。なのでもちろん、ホイールが汚れないのはもちろんなんですけれども、まあ、ブレーキのキャリパーだったりとかローターなんかも、まあ、汚れにくいような仕様になっています。でサーキットユースの方だったり、まあ、とにかくブレーキの制動力を最優先する方にはちょっと低ダストブレーキパッド、おすすめできないんですけれども、まあ、街乗りプラスアルファまでの方であれば、まあ、十分以上の、制動力ありますので、まあ、安心して使っていただけると思います。であとはブレーキホースですね。で通常ブレーキホースは純正のものを使う形になるんですけれども、今回グループ M の、ステンメッシュのタイプのブレーキホースに交換させていただきました。で純正のゴムのホースだと、まあ、ブレーキを踏んだ時に、まあ、わずかではあるんですけれども、まあ、ホースが膨らむことによって、まあ、若干圧力損失があります。なのでそれを、まあ、ステンメッシュのホースにすることによって、まあ、圧力損失を最小限にして、まあ、こちらも製造力アップと、ブレーキフィールの向上につながります。なので非常にカチッとしたブレーキフィールになるのでおすすめです。はい、続いてリアブレーキです。でリアブレーキキャリパーの、まあ、仕組みだったりピストン自体は、まあ、同じです。まあ、赤いものになってて、まあ、ローターがフロント同様、台形化されてますので、まあ、キャリパー自体が、まあ、少し外にオフセットされているものになります。でローターが、純正259パイに対して今回、ブレーキキットの280パイのものに交換されています。で標準のブレーキキットだと、まあ、プレーンといってこのドリルドスリットでないつるっとした
ローターになるんですけれども、今回、追加のオプションで、まあ、フロント同様ドリルドスリットのものに、交換させていただきました。でブレーキパッドも同様ですね、テーダストのブレーキパッドが入ってます。でブレーキホースももちろん同様にステンメッシュのものに交換させていただいてます。はい、で続いてホイールとのマッチングの部分をご説明させていただきます。リアに関しては、もう単純にキャリパーが外側にオフセットされるだけなんで問題ないんですけれども、フロントに関してはこうですね、キャリパーが非常に大きくなります。で特にこのローターからの立ち上がりの部分、ここがかなり大きくなるんで、まあ、ホイールによっては、ディスクが干渉して、まあ、取り付けできないなんていうものもあります。で一応、JCW ブレーキキット装着の場合、まあ、最低17インチ以上になります。でなおかつそのキャリパーとのクリアランスが取れるディスクであるものっていうのが、まあ、前提になります。で今回取り付けされていたものは、まあ、BBS の REL2 になりますので、まあ、このディスクの裏側ですね、一応キャリパーが逃げるだけのクリアランスがありますので、まあ、そのまま取り付けていきます。なので他の、このディスク裏のクリアランスがないものですねは取り付けできない場合も出てきます。でそういった場合は、一応ですねスペーサーですねを入れることによって、まあ、ホイールを外側にオフセットさせて、まあ、キャリパーを逃がすことができるものもあります。はい、でまあ、その辺スペーサーがどのぐらい必要か必要でないか、まあ、ホイールごとによって変わってきてしまいますので、まあ、その辺はご相談いただければ、装着できるかできないか事前にお調べすることもできますし、あとはですねこのブレーキのこのサイズですね、寸法の部分を、まあ、型紙にしたものがありますので、まあ、ホイールの原品があればその型紙を当てて、まあ、事前に、クリアランスがどれぐらい取れるのかっていうのをお調べすることもできます。ぜひご相談ください。はい、いかがだったでしょうか。今回ご紹介させていただいた、ジョン・クーパーワークスブレーキキット、こちらは、R56 系はもちろん、R50 系53、にも、小加工と、パーツの交換で取り付けが可能です。ぜひお問い合わせください。そのわけで今日はツッチがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。